こんにちは、ベストコンディションジムの田中です。今回も前回に引き続きプランクを行っていきます。前回のプランクは表面を主に鍛えるような種目だったんですけども、今日は横を鍛える種目を中心にやっていきます。まあ、横なのでこういった体の左右のブレとかを安定するためにすごく大事なので、今回も頑張っていきましょう。サイドブリッジのレッグレイズです。膝を伸ばした状態で足を上下に動かしていきます。この時お尻の位置はキープしたまま行っていきます。サイドブリッジのニーアップです。上の足で体を保持し、下の足の膝を上げていきます。もも上げをしても体がくの字にならないようにしっかりとキープして行いましょう。次はリバースフライです。サイドブリッジをキープしたまま手を横に開いていきます。この時体がぶれないようにキープしたまま腕を動かしていきましょう。次はソラシックローテーションです。サイドブリッジの形から上半身を回していきます。この時サイドブリッジしたお尻の位置が変わらないようにキープしましょう。サイドプランクお疲れ様でした。内容どうでしたでしょうか。サイドプランクのポイントとしては、横向きの時に体が前に倒れたりとか、逆に下肢を開いたり、もしくはこう体がくの字になったりすることが結構あるので、しっかり頭、背中、足がまっすぐなるように、上から見た時にまっすぐなるように意識してやってみてください。また次回も頑張っていきましょう。